バングラデシュといえば洪水の被害が有名ですが、農村に暮らす人々はこの豊かな水の恩恵を受け生活しています。水は生活のあらゆる場面に深く関わっています。しかし村人たちの生活は経済的には決して豊かとは言えません。村人たちを助ける政府や NGO のサービスがあっても、それが村人たちのところまで届かないことが多いのです。一体どうしてなのでしょうか。このようにサービスの情報を知らないという人が実は非常に多いのです。これではせっかくのサービスも無駄になってしまいます。何か良い解決策はないのでしょうか。バングラディシュの国の基盤は何といっても農村です。そこには全人口のおよそ 80% が暮らしています。バングラディシュ全体が発展するためには、まず農村の発展が必要不可欠なのです。バングラディシュの行政単位は国、州、県、郡という順番ですが、その次がいきなり一人一人の個人となっています。つまり実際に人々が生活している村は行政機関ではないのです。自動車も電話も持っていない村人たちは、行政が何をしているのか事実上ほとんど情報がつかめません。郡と農村の間には実は複数の農村をまとめる役割をするユニオン評議会という組織があります。しかしその業務範囲は狭く、行政機関としての機能はほとんどありません。他にも村人たちにサービスを提供するため、政府や NGO の普及員たちが活動しています。しかし彼らはこうして個別に村人のところを回っているため、接触できる人数はごくわずかに過ぎません。このようにお互いの情報がほとんど相手に伝わっていない状態では、サービスが行き渡らないのも当然です。もしユニオンにおいて村人たちとサービス提供者たちが一箇所に集まり共に話し合いの場を持てば、一体どうなるでしょうか。支援の情報は全ての村人たちに行き渡ります。それだけではなく、村人たちの抱える問題点や要望を直接聞くこともできます。村人たちと行政、NGO がリンクして情報を共有し、そして共に活動していく。この新しい形のコミュニケーションがリンクモデルなのです。リンクモデルの重要な構成要素は3つ。ビレッジコミッティ VC、 ユニオンコーディネーションコミッティ UCC、 ユニオン開発オフィサー UDO です。ビレッジコミッティ VC は村人たちが集まって結成します。そして月に一度ミーティングを開きます。そこで人々は村の問題について率直に話し合いをします。村人たちの要望は、例えば道路を整備したい、ワクチンの接種をしてほしい、農業のアドバイスを受けたいなど様々です。女性もこのミーティングに出席して積極的に発言しています。女性の意見は大変貴重です。村の中で生活する時間が長い女性は、男性の気づかない問題点をよく知っています。ユニオンコーディネーションコミッティ UCC は政府や NGO のサービス提供者たちとサービスの受け手である VC 代表者たちの集まりです。
UCC ミーティングの開催はユニオン評議会のメンバーが担当します。VC の代表者は自分の村の問題点や要望を普及員たちに伝えます。今社までプリコルコナセトドプリノンショホバンライボンソラテアスリプリ。政府や NGO の普及員は自分たちのできるサービスの内容を VC の代表者たちに伝えます。今までは各機関が単独で活動していたため、特定の村にサービスが集中したり、村人が必要としていないサービスを提供してしまうというケースが数多くありました。しかし、こうして異なる機関の普及員たちが一堂に会し、情報を共有することによって、村人たちが本当に望んでいるサービスが効率よく提供されるようになりました。UCC ミーティングに出席した VC の代表者たちは、ここで得た情報を持ち帰り、村人たちへと伝えます。VC と UCC をつなげる重要な役割が、ユニオン開発オフィサー、UDO です。UDO は、VC と UCC の両方のミーティングに出席するだけではなく、それぞれの実質的なコーディネーションを行います。VC と UCC、それぞれの設立から運営まで、すべてのメンバーをあらゆる面においてサポートします。VC、UCC、そして UDO が一体となったリンクモデルによって、縦のつながりと横のつながりが強化され、村人たちが本当に必要とするサービスが効率よく機能するようになるのです。 VC ミーティングや UCC ミーティングで話し合われた内容は掲示板により村人全員に知らされます。掲示板で情報を知った村人たちは確実にサービスを受けることができます。では実際にリンクモデルによってサービスの提供はどのように改善されたのでしょうか。例えば畜産局のサービスである家畜のワクチン接種、以前はワクチンを受けるために村人が牛を連れて遠くまで出かけていました。しかしリンクモデルを始めてからは村に牛を集めて一度に行うようになり、村人たちの負担が大幅に減りました。農業普及局のサービスは農業技術の指導。今までは普及員が村人のもとを一人一人訪問していたため、サービスを提供できる人数に限界がありました。しかし普及員が VC ミーティングに参加することで、こうして大勢の村人たちに一度にサービスを提供することができるようになりました。このようなコンポストも普及員たちの指導の結果、現在では農村のあちこちで見られるようになりました。水産局のサービスは魚の養殖についてのアドバイス。ভিলেজ কমিটি হওয়ার পর আমার কাজে অনেক সুবিধা হয়েছে।
কিসের জন্য এর সাপোর্ট হিসাবে আমি বলবো যে আজকে হলো 22 তারিখ এই 22 তারিখে মানে বিসি কমিটির যে মিটিংটা হইছে আমি আয়েশা সাইরা মনে করেন অনেকগুলো লোক রে একসাথে পাইছি ওনারা প্রোগ্রাম দিয়ে রাখে প্রোগ্রাম দিয়ে রাখলে সবাই জানে আজকে মিটিং হবে অমুক কর্মকর্তা আসবে অমুক কর্মকর্তা আসবে যার যার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শেষে মনে করেন যে এখানে উপস্থিত থাকে আমরা তাদেরকে যথাসময়ে পরামর্শ দিয়ে চলে যাই リンクモデルを行うことはサービスの受け手である村人たちはもちろんサービスを提供する普及員たちにとっても大きなメリットがあるのです。